モークさん、おはようございます。おはようございます。ジェイさん、ハレリア。ガッテムさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。ルルさん、おはようございます。今日はですね、曇りです。今日も曇りですね。太陽さん、まゆちゃん、さっきですね、自宅の方ではちょっとだけ雨降ったんですけど、もうやみました。ジャンクさん、おはようございます。しかしここはなんかね、雨が降った跡がないんですね。自宅の方ではちょっと大雨が降ったんですけど、ここは全然雨が降ってない。不思議ですね。そんなに距離はないんですけど、おはようございます。それではですね、この森と言ったらいいでしょうかね、林と言ったらいいでしょうか。この場所は非常に落ち着いて、クズさんはじめまして。この場所は非常にまあ、いい場所ですね。今日のタイトルは決して誓ってはいけない。決して誓ってはいけない。これはイエス様の教えです。聖書にそのまま出ています。この放送はですね、まあ、イエス様の教えを、まあ、伝える放送なんですが、イエス様がこうおっしゃいました。私の教えを、小さな教えも全部、まあ、教えなさいということですね。牧師はですね、そのイエス様の教えを教えるのが、まあ、牧師、まあ、教師と言ったらいいでしょうか、牧師と言ったらいいでしょうか。そのイエス様の教えを教えるわけですが、偏って教えてはいけないということですね。この全ての教えを教えなさい、全ての教えを教えなさいという命令があるんです。ですから、その、いろんな教えをですね、こうまんべんなくっていうか、まあ、この放送は毎日ありますから、1年間で同じような教えを繰り返すことができます。小さな教え、大事な教えをですね、繰り返し繰り返し伝えて、そして皆さんがね、そのイエス様の教えを、その一節を読んでほしい。じゃあちょっと読みましょうかね。ここは電波悪い。ちょっと待ってくださいね。今日は、読めると思います。そうですね、どこがいいかな。はい、じゃあですね、今日のところちょっと読みますからね。まあ、なかなかね、誓うっていうことは今の現代にあまりないと思います。で、旧約時代にはですね、結構多かったんですね。その神様に誓うということがあって、まあ誓願ということもあって、神様に、私はこういうことするから祈りを叶えてくださいみたいな、まあ誓願という言葉はね、今でもあるかもしれませんが、それは、神様に祈りを聞いてほしいから誓って、神様、私こういうことをするから祈りを叶えてくださいというのがあります。例えばハンナという人がいました。ハンナという人は子供がいなかったんです。そして神様にですね、子供を与えてください、与えてくれたらその子供を捧げますという祈りをしたんです。まあ、それは誓願ですよね。誓って祈ったんですけれども、まあ、神様はそのハンナの祈りを叶えてくれました。ハンナは身ごもり、
サムエルを産んだんです。そしてハンナはその誓ったように誓った通りに、ハナさん、あ、ハナさんハナさんが来ましたね。ハナさん、おはようございます。そのハンナはですね、誓った通り自分の子供を捧げました。その子供がサムエルで、その預言者サムエルですね。ですからサムエルはその誓願によって、ハンナの誓願によって生まれた子供と言えるでしょう。でもイエス様は新約に入って、誓ってはいけないと言われたんですね。それはどういうことかということを説明したいと思いますが、まずその聖書の箇所をちょっと読みますからね。マタイの5の34ですね。33、マタイ5の33、さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってはいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。というとこですね。どういうことかというとですね、旧約の時はね、誓ったらちゃんと守んなさいという教えがあるわけです。しかしイエス様はですね、決して誓ってはいけない。決して誓ってはいけないということです。どういうことかというとですね、いろんな説明があるかもしれませんが、一つの説明はですね、誓うってことはどういうことかというと、私はこういうことをします、ね。必ずこういうことをしますということじゃないですか。強い約束みたいなね。そういうことありますよね。お金借りるとき必ず返しますとね。必ず何日までに返しますから、貸してくださいとかね。必ずこうしますから。でもですね、そこにですね、傲慢性があるということですね。つまり、その私たちは、その物事を決める力がない。1時間後のことでさえ予測はついたとしても、決めることはできない。1時間後何があるかわからないからということですね。つまり神様の領域を犯している。その現実というのは神様の支配の中にあります。だから、必ずこうなるとか、必ずこうするとかいうのはそこに嘘があるということですね。私たちは自分の限界を知らなければなりません。神様の領域を犯してはならない。神様が全てをお決めになるのに、私たちが勝手に、ある部分を決めてはいけないということですね。そういう意味で、誓ってはいけませんというのは、神を認めて、神の領域を認めて、私たちははいははい、いいえはいいえ、どういうことかというと、約束してはいけないということではありません。必ずこうするという約束はしてはいけないということですね。じゃあどういう約束をしていいんでしょうか。何々しますという約束はします。しかしもし、できないときはこうします。もし、その、都合がね、約束を守れないときはこうしますという、つまり謙遜の態度、謙遜の態度が必要だということです。私たちは実際ね、明日会いましょうというときに、もし都合悪くなったら連絡しますよとか、雨が降ったらこうしますよとかですね、そのいろんな状況の中で約束するじゃないですか。それはいいことですね。もし行けなくなったら連絡します。これがはいははい、いいえはいいえではないでしょうか。
必ず行きますよ。何があっても行きますよ。大地震が起きても行きますよ。まあ、それはですね、そこに嘘があるということですね。傲慢さがある。リュビさん、約束を守らなければ死んでもらえます。神様との契約のこと、神様との約束、神様との契約のことをカベナントと言います。人間との約束は契約と言いますが、神様との契約はカベナント。日本語では何て言うんでしょうかね。そして、アブラハムと神様の契約は旧約です。そして、クリスチャンと神様、イエス様との契約、それが新約ですね。私たちはイエス様との契約の中で生きていますが、このカベナントはまさに、リュウキさんが言うように、守らなければ死んでしまうという、守らなければ死んでしまうという、神との契約は、とても大事だということです。はい、ガビチョウがさえずってます。アメリカ合衆国大統領就任式で絶対に聖書に手を置いて神に宣誓して就任する。そうですね、結局ですね、いろんなところで誓うということがあります。でも聖書ではそれを禁じているということですね。誓ってはいけないということですね。まあ先生、大統領、そうですね、どうなのかな。裁判の証人で、裁判所に行ったことがあります。その時にですね、決して嘘をつきません、必ず正しい証言をしますということを誓いますというところに、サインしなきゃいけないところがあって、私がですね、裁判長に、私は誓いません、クリスチャンなので誓ってはいけないというので、誓いますというところにサインができませんと言ったんですね。正直にそんなこと言う人は、前代未聞だと思うんですが、そしたらなんと裁判長は許してくれてですね、じゃあいいですよみたいな裁判長がですね、証人の誓いということなんですけど、許してくれましたね。私はやっぱり小さなことでも忠実にイエス様の教えを守りたいんですね。イエス様が誓ってはいけないというなら、誓いたくないんです。で、あとですね、選挙ですね、選挙の時にですね、期日前投票ってあるじゃないですか。もう来月は参議院議員がまたあるんですけど、期日前選挙ってあって、私はいつもですね、日曜日は牧師は仕事ですから、日曜日は選挙に行きにくいんです。ですから期日前選挙するんですけれども、その時に何でしょうか、私はね、なんとかなんとかで控えますっていうところがあるんですね。でそれは困っちゃうわけですね。そこにサインしなきゃいけないということで、で、私はですね、その誓いますというところ、ちょっとこう線を引いてね、なんて書くのかな、誓いますじゃなくて宣言しますかな、宣言、ちょっと忘れましたけど、誓うという言葉ではなくてね、嘘をつかないことを、宣言するみたいなことに書き換えて出してますね。結局ですね、こういうことなんですよ皆さん、いいですか。例えばね、これ前にも放送したことがあるんですけど、私はね、嘘をつきませんと誓いますと、もし私たちが誓ったとしますね、嘘をつきませんと誓います。でも皆さん、私たちは絶対に間違いを犯しませんか。私たちは間違えることもあるしね、知らず知らず、その
間違って書くこともあるじゃないですか。間違って言うこともあるじゃないですか。私たちは完全じゃないし、絶対ではないですよね。だとすればいいですか。よく、ここ大事ですよ。大事ですよ。よく聞いてください。私たちは嘘をつきません。つかないと誓いますと、もし言った途端にですね、それは、嘘なんですよ。わかる？言ってる意味わかる？面白いでしょ、これね。面白い。つまり、鹿は嘘をつきませんと誓いますということは、それはありえないということですね。人間は絶対じゃないし、間違えることがある以上、私は絶対に嘘をつきませんということ自体がもうすでに嘘なんです。皆さん、このところ本当に とても大事なので、よく分かってほしいんですが。つまり、私は嘘をつきませんと誓うことはできないということです。そうでしょ、皆さん。さっきも言ったように、明日どこどこに必ず行きます、絶対に行きますということが言えないようにね。だって電車が止まるかもしれないし、大地震が起きるかもしれないし、どのか分かんないですから、明日どこどこに何時に必ず行きます、誓いますということはできないでしょ。そういうことは絶対にそれは保証できないでしょ。だとすれば、同じように私は絶対に嘘をつきませんと誓いますと、それはできないことなんです。つまりそれが嘘なんです。この逆説っていうのかな、ジレンマというか、わかりますか。だから私たちは謙遜にならなきゃいけません、ね、私は間違える可能性があります。私は完全に発言することはできません。もちろんできるだけ正直に答えたいし、できるだけ、その嘘のないようにしたいけれども、私は完全ではありません。皆さん、その方が謙遜だと思いませんか。その方が謙遜だと思いませんか。イエス様は絶対ですよ。イエス様は絶対だけど、イエス様は謙遜です。私たちは人間です。だから私たちは絶対ではありません。私たちは謙遜にならなければなりません。だとすれば誓ってはいけない。イエス様があなた方は決して誓ってはいけない、なんとなくわかりますよね。私たちは謙遜にならなければなりません。誓わないという行為を誓おう、これもダメですよ、ジャンクさん。誓わないということを誓おう、これも嘘ですよ。そうでしょ。誓わないということを誓うことはできないでしょ。わかる？言ってる意味わかる？誓わないということを誓うことはできません。ややこしい。ややこしい。私たちは、やはり正直にならなきゃいけません。私たちは嘘のない、生き方をしなければなりません。神様には嘘がありません。サタンは嘘つきです。私たち、罪というのは嘘と言ってもいいぐらいですね。罪とは何か、罪とは嘘である、ね、嘘が罪である。つまり誓うということの中に嘘があるということですね。誓うっていう行為の中には嘘がある。だから、まあ、契約の場合はもしこういう場合にはこうします、こういう場合には違約金を払いますとかいう文が入っているわけですから、契約を守れなくてもそれに対する対応が、あればいいわけですね。それは、ちょっと誓いとはちょっと違うと思います。誓いっていうのは無条件で必ずそれをするということでしょ。無条件で必ずそれをするということで、それは嘘があるということですね。私たちは嘘のない言動が必要です。私はですね、朝晩このように放送していますが、言葉に非常に気をつけています。私は決して間違ったことを言いませんとは言えない、誓いません。私はしょっちゅう間違えてます。皆さん知ってるでしょ。天国と地獄をしょっちゅう間違えたりね、それからなんかしょっちゅう言葉を間違えてます。だから本当にそれは申し訳ないと思います。
姉さんにね、本当に申し訳ない、私しょっちゅう間違えて言葉をね、間違えて言います。ですから、気をつけますが、でもまあその間違いがないことを気をつけますけど、でも朝晩たくさん喋りますから、40分喋る以上は、ね、まあ間違ってしまうこともある。ですから前もって皆さんにね、間違って発言することがあったらごめんなさい。また私の言ってる内容もですね、もちろん間違うことがあります。もちろん御言葉は絶対ですね。イエス様の御言葉は絶対に正しいです。でもその解釈、ね、説明の中に嘘があるということは十分あるんです。だから私は御言葉を説明しますけど、その説明の中に間違いや間違いがあるということはぜひ理解してください。私の言っていることが全部絶対正しいなんてことは全くないんです。ゆうびさん、随分たくさん間違えてます。そうですね、結婚式の時どうしたらいいか、そこ難しいですよね。結婚式の時に、誓いますかと言いますけど、私はやっぱりはいは、はい、あなたは、この男性を夫としますか、はいでいいんじゃないかと思いますね。イエス様は言いました、はいは、はい、いいえはいいえ、はいは、はい、いいえはいいえ。結婚式であっても、洗礼式であっても、誓わないように私はしています。イエス様の教えを守りたいのですね。イエス様が決して誓ってはいけないと言ってるならば、決して誓わないようにすること、そこにそれが、正しいんじゃないでしょうか。決して誓ってはいけないとイエス様が言ってるならば、ね、誓わないようにするべきじゃないですか。私はイエス様に従いますと言いながら、ね、従わなかったらそこに嘘があると思いませんか。私たちはイエス様の弟子です。イエス様がこうしなさいと言ったことをできるだけ守りたい、できるだけ、ね、従いたい、それが嘘がないということではないでしょうか。私はイエス様を信じて従いますと言いながら、イエス様の教えをないがしろにしたならば、そこに嘘があると思いませんか。結婚式で誓いますと聞かれたらですね、この女性を妻としますと、そういうふうに言う方が正しいと思います。だってそうでしょ皆さん、あなたは生涯、別れずに一緒にいますか、誓いますと言いながらもう成田離婚するわけでしょ。おかしいじゃないですかね。離婚する可能性があるなら誓っちゃいけないと思いませんか。あなたは生涯別れませんって言いながら離婚したら、もうそれは誓いを破ったことになりますよね。だって離婚というのは自分がしなくても相手が離婚することもあるわけでしょ。だから私は離婚しませんなんていうことを誓うことはできないですよね。近所さん、離婚しないなんてありえない、神に嘘つけませんもんね。そうですね。結婚式ぐらい使っても、いえいえいえ、逆ですよ、春樹さん逆です。結婚式だからね、結婚式だから嘘のない、その宣言をするべきじゃないですか。結婚式ぐらい嘘をついてもいいっていうのは逆でしょ。洗礼式とか結婚式っていう大事な時こそ嘘のないね、嘘のないことをするべきじゃないですか。多くの日本の結婚式は半分以上はキリスト教だそうです。でも考えてください皆さん、信仰のないキリスト教で洗礼式をするということは嘘だと思いませんか。信じてない神様に、結婚を宣言する、ね、信じてない神様の前で、結婚しますということ自体がもうすでに嘘でしょ。洗礼式が一番大事な宣言ですけど、結婚はですね、人生で2番目ぐらい大事だと思うんですが、その
その大事な結婚式に信じてない神の前で結婚式すること自体がもうその結婚が、ね、形式的な結婚であって真実のない、ね、嘘のある結婚式だと思いませんか皆さん。シャンさんおはようございます。シャンさんおはようございます。結婚してますか。はい、私は結婚してますね。結婚してます。そういうわけで皆さん、これは本当に大事なことです。私たちは何か約束するとき、何か発言するときですね、嘘のない発言をするべきです。不用意にですね、不用意に守れない約束をしてはいけないわけですよね。ですから 私たちは言葉一つ一つが裁かれるとあります。私たちの喋った言葉によって裁かれるそうです。ですから私たちの言葉に嘘がないように気をつけなきゃいけません。完全に守れませんが、私は言葉一つ一つ気をつけます。例えばね、約束するときにさっきも言ったように、こういう場合にはこうしましょう、こういう場合にはこうしましょうと、できるだけその何て言うんでしょうかね、約束を守れるような約束、守れないような約束はしてはいけないわけですよね。できないことを約束したらそれはおかしい、嘘になります。ですから守れるような約束だとしても、できるだけ守れるような約束、こういう時はこうしましょう、こういう時はこうしますと。もし私ね、ちょっとずるいずるいって言ったらちょっと変ですけど、こういう言い方するんですね。もし忘れたらごめんなさい本当忘れちゃいけないんですけど、もし例えば電話するとか言ってね、何時頃電話すると言って、もし忘れたらごめんね、ね、もし電話かかってこなかったら電話くださいとかね、忘れることがあるから忘れたらごめんなさいっていう言い方します。だって人間忘れることってあるでしょ。人間忘れることがあって、特に私は忘れることが多いので、忘れたらごめんなさいって言います。忘れないようにこういつもこうノートに書くんですね。メモにですね、一応書きますけど、でも書いたからといって忘れないとか限らないですね。このメモに書いても忘れることがあります。だから忘れたらごめんなさいという言い方で約束しますね。シャンさん、人間忘れることもありますよね。大いにありますね。麻生太郎財務大臣はクリスチャンらしい、カトリックのクリスチャンらしいですね。カトリックのクリスチャン。ヨシッチさん、対話できないんですか。ごめんなさい、コメントはですね全部読めないので選んで読んでます。ごめんなさいね。できるだけ、まあ、読みたいと思いますが選んでいます。すいません。同時配信してますね。5個の同時配信してます。シャンさん、私はできない約束をしないように心がけています。それが正解ですね。できない約束をすること自体が嘘ですよね。できない約束をすることがもう嘘です。信仰というのは神様に対して嘘をついてた生き方をやめるということですね。ああ、神様ごめんなさい。私はあなたに対して嘘をついてきました。人に対しても嘘をついてきました。私は、
不正直でした。私は自分勝手に、嘘をついてきました。それが悔い改めですね。悔い改めです。なぜなら罪というのは、サタンがさせるようなことですけど、結局罪には嘘があるということですね。罪には嘘があります。私たちが悔い改めて罪を犯したくないのは、その嘘をつきたくないからですね。嘘をつきたくない、正直に行く、それが信仰です。信仰というのは、嘘を排除する、嘘のない生き方をする。まず神様には嘘がないですから、神様に嘘がないから、神様に対して、従う、神様に従うということが、嘘がないということです。悪魔に従ったらね、それは嘘があるということです。リュビさんごめんなさいね、申し訳ありません。それはちょっと言い方が、説明が足りませんでした。嘘の歴史を教えてはなりません。そうですね、私たちは、嘘のないようにしなきゃいけません。私はもう一度言いますけど、私の言動に、ね、完全ではありません。私の言動は間違うこともあるし、嘘はなるべくつきたくありませんが、間違えることは多々あります。ですから、ぜひ、御言葉には間違いがありません。御言葉は神の言葉ですから、絶対正しいですが、その解釈、私が御言葉を説明するところの中には完全ではないので、ぜひ皆さん、その点は、ね、旧牧師はこう言った、旧牧師はこんなこと言った、確かに間違えることがあります。そしてもし間違いに気づいたら教えてください。私は、できるだけ正しく説明したいと思います。桃花さん、できないものはできない、はいははい、いいえはいいえで、神様は嘘のない言い方をしたいです。シャンさん、今までの自分の自身の人生に毎日悔い改めてイエス様に祈り続けます。アメン。サタンに嘘をついてもいいですか？わ、難しい質問ですね。サタンに嘘をついていいか、あまり考えたことがないですね。サタンに嘘をついていいか、ちょっとですね、それは、少し考えてみますね。サタンに嘘をついていいか、難しいな。ハッダさん、誓うって気軽に使っていました。そうですか。私たちは、悪い人に対しても正直でいたいですよね。悪い人だから嘘をついていいということではないと思います。悪い人に対しても嘘をついてはいけないと思います。ただしこういうことはあります。よくクリスチャンは迫害に遭いますよね。そして逃げている兄弟姉妹をかくまうことがあると思うんです。その時にね、その迫害する人が捕まえに来て、隠してるだろうっていうふうに言われた時ですね、いや、いませんよ、あの人はいませんよってかくまうことがあると思うんですが、そういうことは、あり得ると思うんですね。そういうことはあり得る。だから嘘をついちゃいけないというのは、便宜的に嘘、便宜的な嘘っていうのがあるかどうか、ちょっとそこのところももうちょっと検討しなきゃいけませんが、ヨシュアをかくまったラハブかな、パウロをかくまったり、ヨシュアをかくまった人たちがいましたよね。私たちはそういうような、その兄弟姉妹を守るために嘘をつくということはあり得るんじゃないかなとは思います。北谷さん、イエス様は嘘をつきません。
イエス様は嘘をつきません。キジョさん、サタンに嘘をついたらサタンの下僕になります。絶対に嘘はいけません。たとえ叩かれても罪を告白します。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、あ、決して使ってはいけないという教えがあったんだ、今まで、そのことを知らず知らず誓ってしまった、嘘をついてしまった、これからは嘘のない生き方をしたい、これからは、言動に嘘のない生き方、そしてイエス様を信じてイエス様に従うことこそ嘘のない人生なんだ、イエス様を信じないこと自体がもうすでに、嘘を認めていることになるんだ、嘘のない方を信じ、嘘のない方から嘘のない、生き方を学ぶことこそ嘘のない生き方なんだ。イエス様を信じないということは嘘があってもいいんだというようなことだ。今までの嘘を悔い改めて、今までのすべての嘘を悔い改めて、イエス様の十字架によって許してほしい。今までのすべての嘘を許してほしい。そう思う方はアメンと言ってください。過去のすべての罪を、嘘の罪を許してほしい。そしてイエス様からこれから嘘のない人生、嘘のない言動を学びたい。イエス様の弟子になって、イエス様のように真実な生き方をしたい、イエス様のように真実の生き方をしたいと思う人、アメン、アメン、アメン。イエス様は、嘘のない心を評価します。イエス様に評価されたいならば、私たちの心から嘘を捨てなければなりません。嘘イコール罪、または罪イコール嘘と言ってもいいぐらいです。イエス様には罪の、イエス様は罪のないお方です。私たちも、罪のない心、罪のない心を心がけること、これが信仰です。それが清さです。天の父様、私たちを清めてください。あなたの御言葉で清めてください。あなたの血潮で清めてください。私たちは以前は平気で嘘をついて、自分の利益のため、自分の立場のため、自分を正当化するためにあらゆる嘘をついてきました。ごめんなさい。私たちは本当に、そのような嘘、悔い改めます。悔い改めます。私たちの嘘、許してください。私たちの罪を、嘘を許し、嘘のない生き方に変えてください。私たちの心を清めてください。私たちの心を清めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。それじゃあまたですね、今晩7時お会いしましょう。嘘のない一日を送りましょう。イエス様はですね、寡黙なんですね。寡黙っていうのは無口ということです。デビッド・テイラー氏はそう言ってました。イエス様って無口なんだ。でも、私たちも、嘘のない言動をするためにはあまり言葉数が多くない方がいいですよね。聖書にはですね、聞くに早く、語るに遅くというふうにあります。つまり言葉が多ければ嘘も多くなるということですよね。でも私の場合は、伝道ですから仕方ないですけど、やはり私たちは、言葉数少ないようなあり方が大事かもしれませんね。それじゃあまた夜にお会いしましょう。シャロームシャローム、シャローム、良い一日を、良い一日を、シャローム。